みなさんこんにちは。今日は姉妹なら好きな食べ物ソロ説。コンビニで買うものソロ説だった。間違えた。コンビニでデザート類買ってきました。何個揃うでしょうかって。5品しかないから揃う率は。もうなんか余裕な感じがして。本当に何個揃うと思って。2個じゃあまず、はい、リココちゃんの一つ目。ちょっと簡単そうなの。はい、せーの。お芋。あ、そういう。お芋ってクエスチョンだったね。じゃん。三つ葉焼き芋。これめっちゃ美味しいやつね。めっちゃ美味しい。そう、めっちゃ美味しい。ありますか？ないよね。ないです。はい、ないです。じゃあ私行きます。はい、めっちゃ自信あるやつ行きます、うん、せーの、じゃん。はい、よく買ってるやつですね。これはレッドグレープフルーツ。これはね、これは定番だよね。はい、ぐる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 。おーい、おーい、イエーイ。お、さすが、さすが。これは好きだ。これは定番でしょう。じゃあ次行きます。はい。ちなみに揃わなかった商品はココミちゃんへ。絶対行きますよね。ノーだ。はい。ジャガビ。ジャガビ。こちらです。これ好きかなと思って。大好き。大好きだよね。ないよね。デレデレデ。ない。顔で分かるマジで。あ、これから標準に表さない。お芋。じゃあ私いっちゃうで。いきます、はい、せーの。これも好きだと思う。じゃん、オイコスです。どうですか？おオイコスは買うでしょう、やっぱり。ゲー、お願いします。お願いします。これとこれは自信ある。せーの。絶対買うと思ったのに。オイコスでもさ、手に持ってたよね。手に持ったんだけどやめたみたいなね。惜しかった。マジで欲しかった。え、じゃあ買えばよかった。はい、残念。はい、はい、続いて、せーの、じゃん、シュークリームちゃんです。たっぷりクリームのダブルシューちゃんです。ほい、シュークリーム、はい、シュークリーム買うかなと思って、うん、好きだろうなと思って。さて、さてあるのでしょうか。お願いします。はい、やった、揃いました。やば、嬉しい。ってことはこれを食べる。買うって思って分かってた。あ、本当に。え、これ絶対買うだろうなと思って。でもね、セラちゃん本当違うの欲しいって言ってたよね。そう、違うの欲しかったね。じゃあアイスいきます。第1弾。あ、第1弾。せーの、じゃん、雪見大福。雪見大福あるかな。あるかな。ね、あんだけ種類あったからね。同じのが出るかな。ねえ。すごい。すごい。やば。すごい。え、三種類揃ってる。三種類揃ってる。やばすぎ。じゃん。すごい。何、案外気が合う人たちじゃん。気が合うじゃないですか。ねえ、合うじゃない。気が合うじゃないですか。キモいんだよって言われちゃったじゃん。はい、揃っちゃいました。揃っちゃいました。はい、セラちゃんラスト、何買ったの？じゃじゃーん、板チョコアイス買いました。こんな感じです。こんな感じです。いや、すごくない？すごい。5個中3個揃うなんて。ね、え、もうおいこし食べたかった。おいこ
コス惜しかったね。オイコスもし買ってたら本当にやばやばいよね。すごっ、はい、おめでとうということで、揃わなかった板チョコアイスとオイコス。食べたことない。あ、ないんだ。めっちゃ美味しいよ。と、これと、板チョコと、それ嬉しい。これ。いいじゃん。ここみちゃんの好きなのばっかりじゃない？さっぱり系が好き。さっぱり系。あ、じゃあこれあげる。さっぱりってこれ？それさっぱりじゃないじゃん。ね、さっぱりこれ？チグレフルーツいらない。あ、え、そうなんだ。え、これさっぱり。さっぱりなくない？さっぱりなくね。冷凍フルーツとか。あ、冷凍フルーツ誰も買わなかったじゃん。ね、シェアにも入ってなかった。おめでとう。芋が一番好きだろうね。ウイコス？めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。食べてみたら分かる。固めのいちご味のヨーグルト。うん、え、食べたい。食べない食べないよ食べないよ。ちゃんとそうだね。ショックな顔してるわ。もう強がってんだよ。強がってない。しーちゃんはね、本当にメンタル弱い。メンタルなんで泣かないわ。メンタル遠くだよ。美味しい。けどなんか飲み込みづらい。はい、先食べます。なんで意味がしない。美味しい。あなたたちかぶったその3つも食べれるじゃん。あ、シュークリーム食べたい。食べなよ。いいの？うん。それだ。だってもっと美味しそうなデザートいっぱいあったじゃん。絶対食べないと思って。定番かなって思って。これはドラマ見ながら食べたいな。あ、そう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 。はい。はい、よかったね。よかったです。素晴らしいです。嬉しい。気が合いません。気が合うね。気が合ったね。目標2種類だったからよかった。今日のところはこの辺で、バイバーイ。